タミル・ナード州の行政区分。この場所が、カーン・チープラム県カーン・チープラムの寺院マハーバリプラムの海岸寺院マハーバリプラムのラタ・カーン・チープラム県は、インド南部のタミル・ナード州に属する30の県の一つ。県庁所在地はカーン・チープラム。カーン・チープラムのローマ字表記は、カーン・チープラムのほかカーン・チープラムやコンジバラームとも表記される。また、略して、 カーンチカーンチと呼ばれることもある。2001年の国勢調査では、面積4307平方キロメートル、人口287万7468人、人口密度は668人、平方キロメートル。北はティルバルール県、北西はチェンナイ県、南はビリップラム県、西はティルバンナーマライ県、北西はベールール県に接し、 東側はベンガル湾である。4世紀から9世紀にかけて県庁所在地のカーンチープラムはパンラバ町の首都であった。1999年にチェーンガルパッツ県が本県とティルバルール県とに分かれたことにより誕生。カーンチープラム県は以下の8つの郡に区分けされている。カーンチープラム県は以下の13の区に区分けされている。 県庁所在地のカーンチープラムがパンラバ町の首都であったことから、県下には多くの寺院があることで有名である。主に次のような寺院が知られる。海岸沿いにある港町、マハアバリプラムにある彫刻などは、マハアバリプラムの建造物群として1984年にユネスコ世界遺産に登録されている。また、この県で生産されるサリーは有名である。ありがとうございます。